自分自身のこととか仕事上のこととか相談しやすい、うん、あ個人個人でね家族さんとかご友人さんとかを誘っていただいて、まあ、疲れをね癒していただければなという。どうも日本人バスゼロ介護士ティックトカーのガプリンです。本日はですね大阪は城東区にあります株式会社安らぎさんが運営する住宅型有料老人ホームに来ております。こちらはですねもうとにかくなんかイケてる施設やっていうのをね聞いてるんで、どういったところがねイケイケなのか見ていきたいと思います。レッツゴー。どうもどうも、あ、こんにちは。こんにちは、ガプリンです。株式会社、安らぎの代表石原と申します。今日はお願いします。よろしくお願いします。石原さん、はい、こちらはどういった会社なんですか？市内で住宅型の、有料老人ホームを3棟ほど訪問介護で運営させていただいておりまして、はい、朝育の方でデイサービスの方も運営させていただいているんですけども、こちらの方はですねプラシアスノエといいまして、34人が入居できる施設になっております。なるほど、はい、じゃあもう早速なんですけど、はい、お話伺っていいですかね？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、それではこちらの会社で働かれてるね方々に来ていただきました。今日はお願いします。お願いします。今からするのはここに質問の書いてるカードがあるので、これを引いてもらって、まあ、それにもうざっくばらんに答えていってくださればいいかなと思います。ドゥルン。会社に提案や意見を出したことはあるかというと、デイサービスはレクリエーションの時間があると思うんです ね、 ですね。これレクリエという介護雑誌の中のうちのレクリエーションを紹介しますという読者ページがあるんですね、応募しまして、掲載されたので、すげえ、提案をすごい心よく受けてくれるのも会社のすごい魅力的な点だと思ってま す、 いいす、ね、どんどん提案してください、ね、はい、ありがとうございます。働きやすいポイント、どういったポイントが働きやすいですか？施設長が女性なんです。家庭のこととか、まあ、独身の子でも自分自身のこととか、あとまあ仕事上のこととか相談しやすい、うん、あスタッフみんな勉強になってます。あ、なるほど。それこそまあ 僕からしたらなんですけど、見た目で多分僕のこれも大丈夫でしょ、うん、その辺はだってないんですよね。そうですね、自由にネイルも別に自由だよみたいな、いいポイントですよね、はい。はい、笑える失敗談。今働いてどれぐらいですか？ここでまだ3ヶ月です。3ヶ月ですか？だからないです。いや笑えないです。あ、そっちか。あ、そう、ミスはあるけど、はい、笑えない、はい、確かに。私もここが初めての仕事なんですよ、はいはい、介護の、はいはい、女の人もすごい髪の毛短い人多いじゃないですか。あ、いますよ。男の人と女の人の見分けがあんまりつかなくて、女性に対して男性と思って話したそれね、そんな面白くないでしょ。いやすいません。いえいえ。お、動物に例えると代表は何っぽいですか？動物やったらトラとか。あ阪神大好きですから、あ、そうなんですか。福利厚生で阪神戦のチケットいただけるんですよ、すげえ。なかなか変わった福利厚生ですね、はい、ね、はい、年に1回豪華ホテルに泊まれるって本当？ちなみにどこ行ったんですか？僕の前は和歌山に行かせていただいて、はい、お姉ちゃんとお姉ちゃんの子供たち、姪っ子たちと行かせていただいて、え、それを、はい、出るってこと？そうなんですよ。しかもすごくグレードの高いホテルに泊まっていただけるんで、はい、とんでもないですこれ。それこそデイサービスでは、はい、すごい豪華な食事を毎日提供してるんですけど、それを作っている調理のスタッフさんなんですけど、はい、デイサービスでの仕事の雰囲気を見てて介護に興味を持ってくれて、介護の方のスタッフとしてもお手伝いしてくれるようになったり、まあ、そういう風に思ってくれる雰囲気とかあると思います。いいですね、とかステップ。コモエスタイムズ。はい、石原さんありがとうございました、はい、見た目だけじゃない心の明るさというか、はい、そういうのすごい僕は感じました。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、今回ね募集する席名だけじゃなくても全体的に来てほしいっていう感じではあるんですよね、はい、はい、もちろん野江の方も宮古島の方も来ていただく方は大歓迎ですので、あ、ぜひよろしくお願いします。さっきのお話でも出てたんですけど、この強すぎる福利厚生あるじゃないですか。あ、はいはい、野球の観戦チケットで言いますと、はい、まあ、僕は阪神ファンなんですけども、阪神ファンじゃない方も甲子園に行ってもらってね、日頃のストレスをね発散していただければなというふうには思ってますけど、ホテルはですね、はい、全員で社員旅行っていうのは無理なん で、 そ、 うです、ね、まあ、そこはまあ個人個人でね家族さんとか、ご友人さんとかをまあ誘っていただいて、日頃の疲れをね癒していただければなというふうに。他じゃなんかこう言い忘れてるわみたいな、こう強みみたいなってありますか？サービス残業はまあないです。仕事が終わってからいろいろ予定も組みやすいとも思いますし、まあ、収入面にしましても国の政策でこういう処遇の方がねだいぶと改善されてきまして、うん、幹部責任者のクラスで言いますと、まあ、結構500万とかね、まあ、ちょっとやらしい話になるんですけど、全然超えてる方もいらっしゃいますし、結構日本の平均年収とまあ遜色のないぐらいの給料がもらえるようには昨今なってきてますので、こういった業界にね目を向けていただければなというふうには思いますけど、弊社におきましては将来独立したいとか、まあ、中にはいらっしゃると思うんですけど、関連会社で不動産会社もやっておりましてね、こういった老人ホームの建設とかハード面も整備してやっておりますので、そういった独立の支援もさせていただいておりますので、全力で応援しやすい環境にはあると思います。一旦こういうとこもあるんだよっていうのを見てもらってね、はい、介護もいいやんと思ったら、ね、ぜひ来てほしいですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております、はい、たくさんの応募お待ちしてます。イエーイ。
動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガプリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。